おはようございます。白菜です。本日はというか今月はですね、ことわざでやっておりますが、本日はですね、スズメ百まで踊り忘れずという言葉ですね。これはですね、幼い時にまあ身についた習慣とか、そのまあ癖みたいなものっていうのは、大人になっても治らない、まあそんなような言葉ですね。確かにですね、やっぱり子供の頃に身につけて染みついてしまったものっていうのは、なかなかその改善するのが難しいっていうのは、まあ一理あると思います。確かに。で、やっぱり、人間って変われるものですけど、その根本的な部分を変えるっていうのは、やっぱりなかなか難しくて、すごいエネルギーが必要ですから、まあそれができずにですね、まあずるずると言ってしまうっていうのも決して珍しくはないですね。だから別に、まあね、しょうがないかなというのはあるんですけど、でもそれを言ってしまうと、もう子供の頃のその環境次第で人生が決まってしまうっていう風になってしまうので、それはなんかちょっと悲しいじゃないですか。やっぱり。確かに影響は大きいんですけど、でも変えることはできるんですよ。自分がその気になれさえすれば。なので、例えばですね、子供の頃に、まあなんか、人付き合いうまくいかなくて、で、大人になってもなかなかって、それはね、あると思います。私もそうでしたし、けど、それはね、自分にとって、自分がこうしたいのに、そうならないっていう状況で、変えたいと思うのであれば、そこをもう言い訳にせずにですね、一つ一つね、そんな一気に変えることっていうのは、やっぱりよっぽどショッキングな出来事でもなければ、なかなかそんなことはならないですから、一夜にして変わるみたいなね。なので、一気にやろうとするのではなくて、一つずつですね、一歩一歩、積み重ねをしていって、変えていくと。で、それも結局、その一歩一歩積み重ねている、それもですね、子供の時に出来上がってしまった、その習慣というか癖みたいなものと同じように、それも刷り込みというか、になるわけですよ。積み重ねていくとね。自分の中に蓄積されていくので。だから、日々の、生活の中でですね、大したことじゃなかったとしても、今までの習慣を変えるようなことを一個一個やっていけば、自分の中のね、その、あり方というものも変わってきますので。なんだろうな、昔からそうだから、もうしょうがないというふうに諦めることなくですね、自己改善と言いますかね。自分がこうなりたいというものがあるのであれば、そこに向かって、一歩一歩やっていけばいいというふうに私は思います。まあなんかね、子供の頃のそのトラウマとかがね、あると、なかなかそれが原因でね、動けないっていうのは確かにあるんですよ。で、そのトラウマが何かが分かってれば、解決するその策っていうものもね、見つけやすいし、対策もしやすいんですけど、なんだか分かんないけど、できないみたいなものってあって、なんだかわかんないけど怖いとかね。で、それはもうトラウマとして自分の中でなんか、あるけど、隠れちゃってる。そういうのもあるわけで、あまりにも例えば自分にとってショッキングだったから、もう思い出せないように記憶が蓋をしてしまっていると。自分を守るためにね。そうなると、それが原因で今現在うまくいかないことがあっても、なんでうまくいかないのかわからない。で、いろんな、例えば本とか読んで、テクニック的なことをいろいろやっても変わらない。それはでも、根本が変わってないんだから、なかなかテクニックを変えただけじゃ、やっぱりどうにもならない部分っていうのがあってですね。難しいんですけど、だけど、うまくいかないことがあるのであれば、必ずそのうまくいかない原因があるんですよ。で、それを、見つけて、で、それをまあ、そうかと。まあ、いいかと、そのままにするか、いや、ここは変えたい。これは、まあ、1と2があって、1はそのままの意見、2は変えたいというふうに
思うのであれば、変えることはできるので、なので、諦めずにですね、子供の頃どうだったとしても、若い頃どうなったとしても、決して、それで人生すべて決まってしまうわけではありませんから、一つ一つですね、積み重ねて諦めずに、少しでもその自分にとって納得のいく人生にしていっていただければなというふうに思います。なので、仕方ないんだと言わずに、いや、自分がその気になれば変えることができるというふうに思ってですね、まあそれは困難かもしれませんけれども、不可能ではないので、はい、そこだけは忘れずにいていただければなと思います。はい、では本日はですね、スズメ百まで踊り忘れずということわざについてでした。では今日も素敵な一日を。